中山香織です。この動画では笠松競馬場で開催されるオータムカップの3連複フォーメーション走ということで、1列目に選んだのが7番のキャッシュブリッツです。東海優秀2着をはじめとする数々の重賞で強豪相手に前線しており、今回の相手なら抜けた実績と評価しました。メンバー的にも恵まれた今回は馬券圏内残せると判断して1列目に選びました。続いて2列目、3列目に選んだのが3番ペップセ、当番サンビュート、以上の2頭を選びました。最後3列目に選んだのが2番トランスナショナル、5番大聖ドリーマー、11番ミストラルウィンド、以上の3頭を追加した3連複フォーメーション7点で勝負したいと思います。